はい、どうもみさんこんにちは。マシンチュートリアルへようこそ。マシンをですね購入すると大量のサンプルがついてくるんですが、その中にですねコードのワンショットサンプルというものがあります。まあこうエレピとかアコギとか、そういった楽器でポロンとコード鳴らしたようなサンプルですね。まあ、こんな感じで、コードのワンショットサンプルがついてくると。ただですねこれコードのワンショットなので、これだけではですねこう展開がつけづらいと、一体どこでどうやって使えばいいかわからないって方が結構多いと思うんですよ。ということでですね今回はですねこのコードのワンショットサンプルを使った、まあ、僕自身がよくやる、ビートメイキングについて解説しようと思います。でまずですねこのワンショットサンプルの中で、自分自身がこうなんかいいなと思うもの、それをですねぜひとも選んでみてください。僕はこういうなんか甘い感じのサンプラー好きなので、今回もそんな感じできますね。じゃあこれを使いましょう。で先ほどもですね言ったようにですねこうワンショットサンプルだけでは展開がつけづらいので、もう一つですねサンプルを用意します。でここでですねぜひ実践してほしいのが、今選んだサンプル、これのですねピッチを一音下げたもの、それをですね用意してほしいんですよ。まあ、こんな感じで、で一音下げる方法としてはですね、まあ、今これマシンのサンプラー内で、ピッチシフトしたんですが、これだとですねこうオーディオ自身がこうストレッチされてしまうんですよ。なのでこう元のサンプルとテンポ感変わってしまうってことがあるんですよね。なのでですねこうテンポ感をですね変えたくない場合、それを、その時はですねサンプリングモードのエディットからですねピッチシフトを適用してみてください。で今これ、元のサンプルで今から変えるもの、変える、ピッチを変えるサンプルをですね別のパッドにディプリケートしますと、でサンプリングモードのストレッチですね、そっから、1音下げて適用します。でモードはですねフリーで、テンポ感変えたくないので、ストレッチを適用しないようにしてくださいね。でアプライと、でこんな感じと、ピッチを変えたサンプルはこれと、で元のサンプルはこれで、ピッチを変えたサンプルはこれ、なんかこう2つのサンプルを交互に鳴らすだけでなんかいい感じの匂いがしてきませんか。これなんですわ。これをですねぜひとも皆さんにですね、感じて、もらいたいんですよね。であとはですねこの2つの、サンプルを使ってですねいい感じに上物として、打ち込んでしまいましょう。どうすか、なんかこうグッとくる感じになってますよね。で今これですね、元のサンプルを3回鳴らしてピッチを変えたサンプルを1回鳴らしてまた頭に戻るみたいな、そんな展開の付け方をですねしてるんですが、僕がですね、行うビートメイキングではですねほぼほぼこれですほとんどこれですね。もう動画を見てもらえばすぐ分かると思うんですが、であとはですねここにですね自由に、ビートを重ねることでですね誰でもグッとくるビートメイキングができるってことなんですよね。まあこんな感じで、で今回のですね動画を見てもらえば分かると思うんですが、これ一切ですね楽器を触っていないですし、なんかこう音楽的な理論もほとんど考慮していないですよね。なんですがこう自身がですねこうグッとくるワンショットサンプルを使うだけでですね誰でもこういい感じのですねビートメイキングを楽しむことができるんですよ。ということでですね皆さんもぜひですね今回のショーを使ってですねビートメイキングを楽しんでみてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。